お前のスマホ別に、いちいち、見たりしねえよ。パスワードも教えなくていい。めんどくせ。どうせ覚えらんねえしな。まあ、わざわざ隠したりすると、なんか、やましいことあんのかなって、ちょっと考えるけど。別に嫉妬とかじゃねえから、違うから。 うるせえよ。ちげえって言ってんだろ。だから。はあ、お前のこと、信用してるから。見せなくていい。あれでスマホ。なんで隠すの今通知来てたでしょ見せられないものなんだ。一体なんだろう。気になっちゃうよね。 わわざわざ隠されると隠したいものがあるのかなって疑っちゃうよねどうしようかなそういう悪いこと許せないよね足置き必要かなどう思う